東口岩手沼区内駅は、岩手県岩手郡岩手町大和技灯内にある、東日本旅客鉄道、IGR 岩手銀河鉄道の駅である。1891年9月1日、日本鉄道の沼区内駅として開業した。1906年11月1日に、日本鉄道が国有化され、関接鉄道の駅となった。かつては、東北本線の途中駅であり、特急、 初狩りの他にも、急行、八甲田、栗駒などの優等列車が停車していた。東北本線が非電化だった当時は一個機関区の地区があり、13本機峠越えに備えて、補助機関車の連結や解決を当駅で行っていた。1993年以降は、定期優等列車の停車がなくなり、普通列車のみ停車していたが、2002年12月1日に、 東北新幹線が八戸駅まで延伸開業したことに伴い、新幹線の停車駅となり、岩手町の代表駅であることを強調するため、岩手沼区内駅に改称された。同時に、並行在来線であった東北本線の一部が、IGR 岩手銀河鉄道に転換されたため、当駅は東北新幹線と岩手銀河鉄道線の接続駅となっている。現役者は、 岩手町の施設である岩手広域交流センタープラザアイに併設されており JRIGR 各線改札口のコンコースが駅西口のプラザアイ3階と東口を結んでいる駅舎4階部分に相対式ホーム2面2線を有する高架駅である通過線がなく安全のために可動式安全柵が設置されている当駅、駅 八の兵器の東北新幹線ホーム有効長は12両となっている。これは利用客、沿線人口、運転本数が少ないため16両編成の列車を乗り入れさせる必要はないとの判断による定期列車八往復が停車する。事務官コードは国鉄時代以来の旧沼区内駅のコードを継承した211031。駅舎三階に改札口。 緑の窓口、指定席券売機設置。開業当初はそばや、キヨスクもあったが、現在は閉店している。直営駅である。管理駅でもあるが、当駅は、自駅並みの単駅管理となっている。新幹線ホームの運転扱いは、輸送主任が行う。乗り場単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを有する地上駅である。 互いのホームは湖泉橋で連絡している。IGR 開業に合わせて2番線、3番線ホームにエレベーターが設置された直営駅。3階の駅舎には改札口と出札窓口、自動券売機がある。IGR 開業当時は管理駅として岩手川口奥中山高原間の各駅を管理下に置いていた。駅より八戸方面に向かう列車は 全体の半分程度であり、森岡方面からの列車の約半分が当駅で折り返す。乗り場ホーム1番乗り場2番乗り場3番乗り場4番乗り場 JR バス東北岩手支所があった頃は、白樺号の運転手の交代も当駅で行っていた。岩手県北バスの路線は2012年10月15日から経路番号が表記されるようになった。旧駅車だった頃は、 駅構内の路線バスの乗り入れは、国鉄バス、JR バスの路線バスしか乗り入れが認められず、そのため、岩手県北バスの路線バスは、現在の駅舎が完成して、バス乗り場が整備されるまでは、駅前の町道から発着していた。食べ物が美味しくないとき、うまくないとかけて、沼くないという古いシャレがある。これは、国鉄出身の落語家、三代目、三遊亭園家が、 創作落語、授業中の中で広めて有名になった。その、授業中の中では、駅弁売りが、弁当、弁当と呼びかけると、駅のアナウンスが、沼区内と続くという形である。落語の初演当時は、実際に、沼区内駅で駅弁が売られていたが、東北本線の電化によって、補助機関車連結のための優等列車停車が不要となったため、販売は中断された。 さらにその後、東北新幹線が停車するようになったため、駅弁は再び販売されるようになった。注車区出店 JR 東日本 IGR 岩手銀河鉄道沼区内駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。